マリオ、あの車あげるわ。ありがとうございます。あげるっつうか、はい、2台持ちになるから、はい、もうみんな車買うわ、もう1台。うん、駐車場空いてるしね。で、買うタイミングとしては今年の冬ぐらいだね。今年の冬にもう税金対策で買う。で、あの車はで、マリオも2つあると便利でしょ。あ、そうですね。実家行ったりとか、うん、ね、うん、あの車乗りな、あの潰れるまで、はい、家賃払いました。で、レクサス行ってやろうかなと思うけど、もう冬にオワコンだったら行かない。冬までにね、それなりに人気があったら、まあ中古のやつ買おうかな。まあ、できたら、まあ高くても4、500万ぐらいの。それかもうリースでね、リースでまあ1ヶ月10万近く払って2年であれしようかな。まあ一括だろうが何だろうが会社でローン組めばいいから、そんなの買ったらリスナー離れるぞ。いや、離れないよ、俺が最近ね、いつも言ってるけど、離れるのってお金持ってるのにね、お金ないっていう方が離れるよ。みんなそうじゃない？俺が今お金ないお金ないってこじってたら、車も買えないって言ったらどう思うよ。お前散々投げてやってるのにと思わない？そんなのはね、もう別だからね。もうね、金ないやつに道場で投げる時代は終わってるよ。K も白ナンバー選べるよね。そうなったの。で、ツナちゃんがどうしたの？嘘はね。で、俺は貯金はもう今はね、多少あるけど、もうほぼ税金で飛んでく。だから、なんでかっていうと、まあ、1、2年ぐらいね、もうやりたい方でやりまくってたから。で、最近ちょっとね、貯金とかも頑張ってるけど、初めの方はもう別に税金とかも考えてなかったからね、バカだから。普通に使ってたから。お前らの相手も全部国に全部はいかないですけど、会社ごっこ、誤爆インターンマリオちょっと見てくれない？しつこいからね、会社ごっことか。会社アンチはちょっと NG 入れようかな。誤爆インターン？誤爆は違うんじゃないですか。誤爆、ほら、笑ってるじゃん。誤爆インターンねって。それは、あ、会社ごっこなの。ちょっとプロフィール見して。え？これマリオリスナーじゃない？ねえ、プロマリオのリスナーじゃない？どこですかね？ん？マリオのリスナーって会社ごっことか言ってくるの？相互フォローは？違いますね。ん？違います。ああ。いや、
会社ごっこじゃなくて去年の12月からやってますし、ちゃんと運営してるしね。で、会社はすごく順調ですよ。はい、じゃあこれ利益使うからどう、うん、ここに来ちゃうから、あ、これ切って、いいじゃん、うん、うん、これ切って、え、これ切って、あ、用途が広めてるの。今って普通に友達とね、普通にラフにやってるよ、 YouTuber とかそういう会社増えてるよ。なんか普通にごっこでいい、ごっこじゃダメだけど普通にね楽しくやればいいじゃんと思わない？堅苦しいよ。で、配信やってるしね。やればいいじゃん、これ成り立ってるんだからね、うん、成り立ってるんだからいいんだよ、うん、で、みんな TikTok どうだった？楽しかった TikTok。閲覧がだいたい600人ぐらいかな、うん、楽しかった。で、バンにはなってないね。楽しかった。1日1時間ぐらいならなんか俺も楽しかった。みんな優しいしね、コメント、うん、あれは本当ファン向け配信だね、うん、ただ陽キャとバトルつか冷たい陽キャとね、喋れないわ、うん、コミュ障発揮しちゃう。ふわっちって喋るにしても俺のこと知って、俺のこと知ってる人は喋れるんだよ。でも向こうは誰も知らないでしょ。そういう人と喋るのが恥ずかしい。ゼロワンで、あのね、俺バカだからね、英語になんかツイッターの ID の名前しちゃったんで、バカだからね。ゼロワンで今出てこないんですよ。バカちゃん、これさっき。だからツイッターの ID、010081。これで出るんですよ。名前はね、変えちゃったんで、バカだから。でこう一回名前変えると、うん、もう、ここで置いて。なんか7日以内変えれないくて。あ、誘導になっちゃうのか。誘導になっちゃうから、うん、まあ、冷たい。あ、もうすぐ700ナイス、あれです。多すぎてびっくりした。まあ今1300人、500人ぐらいが一気に800人ぐらい増えたよ。うん。でね、新規の人もすごい増えたね。うん。めいこちゃんってみずにゃんのところからの人？最近の人？うん。たかちゃん、これお願いね。あやこ。顔、ティッシュで。うん。Pさんたち大嫌いだから、
今が配信してる、うん、妻とは当分絡まない、まあ絡んでもいいけどね。でもこじらしちゃうんじゃない？今ツナちゃんと絡むと変にね、また離れたくないとかってなっちゃうから、もう逆にしばらく会わない方が、今もどうせ寂しがってるでしょ、うん、またね、酒飲んで暴れてね、家一緒に行きたいとかなるでしょ、うん、で俺はやっぱね、そもそもの趣旨がリスナーに借金を返済させると。でその企画やる前はいろんな配信者がね、ツナは最低だ、リスナーのことを何も考えてないって叩いてたんだよ。でリスナーのことを考えてない叩くなら考えた行動をしろよと思ったんだよ。だから俺したの、口では一丁前、何にも行動に移さない、叩くだけ。でちょうどゼロリスがいたんでね、あくびちゃんっていうね、すごい毛根に塗りたくってるけど、そういう感じ、ヒリヒリする毛根に、すごい。はい、じゃあ動くても大丈夫です。ヒリヒリしてるベタベタに毛根に刈り上げとかも後ろも塗りたくってるけど、これ何やったんですかね。大丈夫なの？あ、それが普通なの？毛根にこうハケで、頭皮が引き上げてるわ。でこれでもう完成じゃない？今回期待できるわ。これでサラサラヘアゲット。あ、タバコ吸います。サラサラヘアゲットだわ。で宿毛矯正って基本的にしょっちゅうやるもんじゃない、みんな。これ次ね、いつすればいいの？定期的に宿毛矯正ってどうやってやるの？やってる人半年後とか、あ、半年に1回とかなんだ。覚えといて、今3月だから、あ、半年に1回なんだ。で宿毛矯正した髪を髪質改善でできる？髪質改善。あ、ありがとうございます、ロケット。ありがとうね。ありがとうございます。まあ、これ配信者でしょうね。美人の人だね。宿毛矯正した髪って髪質改善でできない。あ、できるんだ。サラサラヘアを維持したいな。髪質改善もこういう液をつけるわけ。かっこよくなるかな、サラサラヘア。買わないかな。あ、トリートメントが必要か。髪の毛の手入れしないで。
あれから忙しいか。な、遊びたかったな、もうな、泊まり。覚えとけよ、てめえ。どうしたよ、おっさんリスナー。落ち着けって、カマチョがよ。自分だけかっこよくはひどい。かっこいいじゃん。見てみろ、このタバコ吹かして。どこのアウトローだよ。ねえ、いかつすぎるだろ。かっこよくない？これアジトでね、こっからね敵を見てるんだよ。うん、アジトからバンしてるんだよ。かっこよすぎるでしょ。クラブのセキュリティみたいなね。うん、あ、お兄ちゃんちょっと持ち券するよ。あ、なんも危ないも持ってない。いい、危ない。いるよね、クラブのでゴリゴリの坊主で、ほらかっこよくない？全然違うじゃん。もうマリちゃんとかじゃない、もう堀越さんだよ、うん、堀さんとか。何がマリちゃんだよ。これうちのあれなんだ、ボディーガードなんで。ボディーガード、俺の後ろにはいつもいるんだよ。で、中田会長はこういう感じでここ縛ってると思うね、ラッパーみたいな感じで2ブロックしてがっつり縛ってそう。うん、で、体型もがっちりしてるよね。でかいよね。うん、でかいよ。うん、でミニラデブすぎじゃん、あれ。うん、ミニラって、うん、あれ、チンコ見えないんじゃない、自分って。デブすぎて見えるのかな、ミニラさんって。おしっこするときに腹でさ、見えなさそうだよ。小錦みたいな、リトル小錦。うん、あ、埋もれてるって。そのくせなんか変に女モテるよね。女にモテるとかね、びっくりするよね、たまに。ミーナさんがさ、彼女できましたとかやってるんで、何をしてるのかなと思う、この人。いい年こいてね、うん、後ろで娘とかが遊んでて、彼女できましたとか。でパルパルはね、動けるデブだから全然大丈夫だと思うよ。田崎をディスる。これミニラさんのこと言ってるんだよ。韓国っぽくない、俺の顔って。どう、韓国要素ない？ある、ちょっとは。うん、一応おじいちゃんが
多分韓国だからクォーターじゃん俺、うん、ちょっと要素入ってる、うん、ありあり、うん、言われないと分かる。かっこいい。嘘でしょ。ありがとねーハート。5000しか飛んでないけどって大丈夫？今日アイテム投げる気分じゃないのみんな。ね、別にいいけど、うん、3時間って5000はなかなかないで。ね、痛い。あんまりごめんなさい、とっさに言っちゃった。優しくやってくれないと、あんまりガシャガシャやられたらとっさに出ちゃった、すいません。いや違うんだよ、あの俺ね髪の毛とか洗ってもらってたから元カノにね、こっさり行っちゃうんだよ。優しくね、ごめんね、あ優しくごめんね、うん、強く言っちゃった。あんまねガシガシもダメ、優しいのがやっぱ気持ちいいから、うん、そうでしょ。あシャネルちゃんもありがとう、ありがとうね。みんな誰もが信じないと思うけど、俺はね手間うまいよ、うん、これ誰も信じないと思うけどね、うん、だから韓国人だからクォーターだっつってんだろ、日本人だよ、うん、眉が痛いなんて言わないと思うよ、うん、爪見せてほら綺麗でしょ、ちゃんと爪切ってます、うん、ちゃんとしてるよ。え、近くにいます？会いたいのかな、一緒にチャーハン食う？まーちゃんチャーハン食うかい？最近感じ悪い、すいません。多分疲れてるので態度が悪くなって機嫌が悪い時あるかも。調子には乗ってないんだけどね、調子には乗ってないんですけど、髪の毛いけてそう。あ、いいじゃん、結構サラサラじゃない？どう？ね、ハゲてない？大丈夫？お疲れ様。ハゲてないか？毛なくなってない？大丈夫？これハゲてない？大丈夫？なんかハゲてない？ちょっとまあいいか、良くないか、ハゲ、まあ、いいか、良くないよね。何何、もう早いな展開が。あんまりやらないでね、 5ミリぐらいで、あんまり短くしないで。うん、そうそう、ね、終わった、雲がないからね、うん、短いからね。
っこよくできました。できた。そうです。戻らない、これ戻らないよ。戻らない。チッチッチにならない。チッチッチにならないです。じゃあ何ヶ月ぐらい大丈夫です。ん、何ヶ月ぐらい大丈夫です。何ヶ月ぐらい、何？大丈夫です。大丈夫？本当？本当だよ。トリートメントすればよくない？トリートメント。ん？トリートメント。トリートメント今やってます。やってます？うん。今やってたじゃん。たま、なんか洗うをするとき。なんか狛江、狛江に似てるわ。狛江くんじゃない俺、髪型が狛江みたい、顔がね、狛江そっくりじゃないこれ。あいつのこの情けない顔も、あいつほんと情けない顔で配信してるよね、うん、しんどそうな顔して狛江って、うん、マジでそっくりなんだけど、顔の系統って狛江なんだね俺。だから来るって好きなんだね狛江がね。そう思わない？やめてよ、うん、系統似てるよね。すごいかっこいい、かっこいい言うじゃん狛江のこと。似てない。お前がちょっと無理してるよね。なんかキャラクターが定まらない。強気でいきたいのか、いじられキャラでいきたいのか。できないか。何塗らない。営業じゃない。これチケットもいいですけど、トリートメントだった。何されます。少しだけこっち。前髪にパッツンできない。パッツン？こういう？まっすぐ行くんですけど、まっすぐがいいですか？うん、おかしい。おかしくないよ、大丈夫。今短いから大丈夫。かっこよく見える。でもっと伸ばすればいいだと思って、今全体で短いですね。まだらだね、髪がね。じゃあ今日はそのままで。もう終わった髪切った。あんまりこうやってセットしてみて、分けて、うん、分けるやつ、感じで、こういう感じ。もうちょっとなんか、あんまり今日はダメ、セットは、セットはだからまっすぐやってたから、明日は大丈夫です。ちょっと、明日は
いいけど、今日はあんまり座らない方がいいですね。テストがダメですって言ってます。少しだけ、うん、ここがなんか、これ何これは何どっちやるんそういう感じ流す感じそういう感じ